さとの景色だね、これは。これは大堀だ。市役所前。これはおさごえ、おさごい園のいろりいろりなので、ちょっとこう、ほとんど消えてるね。白くなっちゃったね。若くして死んだ父親のなんか骨を拾ってるような、そういうこう感覚を思い出す。福井はもう全然人がいいですよ。東京でもね、田舎の人もいいんだけどね。いや、東京の人もいいんですよ。僕もこう、石を海岸で拾ってきて、それをこう、火箸、スティックでこう、つまんでるときは、なんかこう、石である、石と、はい、はい、と、同じ感覚で、すごい父親の骨がこう、あるような感覚。都会対田舎っていう対決番組作らなきゃね。懐かしいっていうか寂しいっていうか。私のアトリエの車庫の入り口、今は車を入れてるんだけど、この当時はもうごった返しになってたな。ああやるぞっていうようなこう気構えが、ここからまあお相撲さんが土俵入りして塩をまいてるような、そういう雰囲気でだんだんこうのめり込んでいける。タバコを話してないのがダメだな、これ。中の水素とか今大丈夫、割れないようになだなだれてやる。ちょっと急にやると、この光ってるところがちょうど、素材を置く場所ということは、ここが商店なんですと。ここに2000度のコーンをここに集めて一箇所に、それで石を溶かしていく。もうここから自分の世界にこう入っていって、あとは太陽任せ、自然の石任せ。どこまでこう、あと金属をどういう、銅、鉄、チタン、いろいろな金属を今日は何をやろうか、こうこの太陽の光の度合いによって銅にしようか、鉄にしようか、チタンの方がいいかなっていうところで、ちょっともう一回試案してるかな。ピュッと少しだけ温度をあれして、もう一回色を見てやると違った色が出てくる可能性もある。遮光用のメガネを2度目にやるときは外さなければ、素材がどう変化してるかわからないんで、メガネを外したりまたかけたりというところで宿泊。時によってこの火箸の、鉄の火箸が溶けてしまって、その鉄の色がついてしまう。真剣に僕本読んだっていうのが、それもあると。あのフランスの鉄チタンの色が出てきた、思想家っていうのが哲学者で、ジル・ドゥルーズってもちろんね有名な方やから。
これがまた瞬間的な太陽との戦いで、もう1秒2秒争うような世界に入ってくるから、もう自分私っていうものを完全にもう度外視して、太陽がどう作品を作ってくれるか、まあ、それにかけてワクワクしてる。一番楽しい時なんやこれ。水をかけてどういうこう湿気、水の量によって、それから太陽のどれくらいの光線が今日当たってるかなっていうところを試案しながら水切りを、そして本番。もうここまで来ると完全にもう自然任せ、紙と太陽との対決にこう入っていく。面白いね、これは面白い。思ってるより光が弱いね。うん。誰かひょいっとこう来た時にお話なんかしててポッと行ってしまう、そういう効果ももうする時ある。うん。いっそのことジャック・モノさんのように画面の半分くらいを全部もう燃やし尽くして、あと一箇所だけスッとこう古代文字が別な形態をこう生んでくれるような、そういうこともやろうかなと思いながら、やっぱりこう微妙に全体を無難に仕上げたいっていう気持ちと、もっと大胆にボッとこう太陽で、太陽に燃やし尽くされてしまう、そういうこう醍醐味っていうか、その辺のいろいろ思案しながら、でもやっぱり適当なところで終わった方がいいんじゃないかなと思いながら、そのもうギリギリのところで、これが醍醐味なんだ。これを持ち帰って組み立てて、どういう塩梅にしようかなっていう楽しみ。だけどこの瞬間が一番太陽の光が弱、今日は弱いかなっていうのと、なんか面白いのが出てきて、ポッと向いて、なんか面白い造形を作ってくれっていう、もういろいろな思惑、もっと大胆にやれっていう声と、いや、ある程度こう造形的なスペースを作らないかんっていう、そういう、もうギリギリの接点でどうしようこうしよう、まあそのうちに作品っていうのは終わってしまう。それから金文って言って、あの青銅器ができた時代に、その青銅器にこう切り付けて文字を、ね、それはあの甲骨文字よりもっと後で、あのしっかりした漢字、今の漢字に近い漢字になっている。横の今日はちょっとやっぱ太陽の光線が弱いかな。これだけに時間かかるっていうのは、もう快晴の日だともうこれ一発でも燃え上がってしまうような。でも今日はちょっと太陽の光が弱いんで、取りたいって思ってるところは取れればいいんですわ。でもブラシで余計な、それから問題は取れ具合、偶然、うんうんうん、僕の石はどうしようもない。無難にやってるつもりでも結構いろいろね、自分の思惑とは内地は灰だらけ燃えすぎてるところもあるし、でもこれくらいでもまだ無難かなっていうところも、水の灰だけ落として次の仕事に行きますでね、それで終わり、うん、とりあえずは。でこれを別下紙に貼ったり、これをそっと下にある紙とダブらせたり、まあ何でもこうしていく、まあまあ作品にこう、実験段階、半分実験段階で、あとで近づけられるくらいのギリギリというより、もっと大胆にやっても面白かったかなっていう、こういう状態で
まあ今日はここまでで、残るのもある。もうフラフラと作って、ここなんかもここちょっと上げたるでしょ、ね、もうこれ二度とまた水かけて同じことをやろうと思ってもというのもできないんで、まあもうこれで繊維の一本一本でも仕方ないというところで、こう、うん、完全にこうなるともう取れてしまうんでね、だけどこの取れたこの熊さんがまた別な次元で面白くなってくる。結構全部取れてしまったら面白くないでね。2000年以上前かな、甲骨文字もしくは金文っていう中国の古代の文字を借りているんだけど、やっぱりその古代の人がこの甲骨文字を亀の甲羅とか牛の、まあ、肩骨とかそういうものに刻んでったそういう思い、ある意味で同じこう共通感覚が生まれてるかどうか僕は分からないけど、積極的な意味で、うん、こういうことも古代の人を感じてたんじゃないかなっていうところを思いながら、それと関係なく昔の文字まだ継承取りながら取り違うような形に近いくらいのそういう昔のね文字をやってみると面白いというアイデアだけで今やって、将来どう面白い部分的に面白いところもあるし、もう少しやればよかったなっていうところも多分にある。でもあんまりこう現代の人間が考えるそういう造形的なもんじゃなくて、やっぱり古代の人がそういう、甲骨いわゆる骨動物の甲羅とか骨に刻んでったそういう気持ちが少しでもこう共通点が出てくればそれが成功なんで、今の現代人が見て面白い、まずい、まあそういう感覚以前の問題なんで、まあこの辺でいいかなっていうところで今終わったね。その袋を利用してまたこれは私が60を集めて、ちょっと60の前半くらいにこれくらいにして始めた袋をあの後ろへガッと詰めてね、発泡スチロールをプロパンガスのバーナーで、まあ結構弱い温度で成形をしていくために、その材料集めであるスーパーのリサイクル上に捨ててあるのをいただいてくるとこ場所だったんだけど、僕にはとっては最良の場所ですよね。もう今はここも閉鎖されて ここに集まってないから最近は取りに行けないんだけど、懐かしい素敵な場所、もう恋人をこう求めるような気持ちでここへ行くともう胸が高鳴って、とにかく発泡スチロールの白い発泡スチロールの集めたそれに夢中になって、例えば昔ここで栗の木があって朝起きてみると栗がポトンポトンと下に何十個か落ちてるような、それを拾い集めるような感覚、そういう感覚で発泡スチロールをいただいて通って材料をもらって、そういう場所アトリエ持って行って作業してた12年、今年の今まで12年っていうような目つきでよう見ていったな。これこれはその、リサイクルのところでいただいた作品、発泡スチロールを成形して、まあいろいろ絵の具をかけたりして、まあ作品化するした時の、僕はこう火をねかき混ぜながら、無我夢中でやってたな。こういうんだけどって言ってはね、これ楽しいね。そうですね。でこっちでは
この灰にも命がある。そして議論を戦わせる。何とも言えない。同じ人間も鉱物もここに今炭化した灰、灰、灰があるんだけど、これも同じ元素、分子、原子、そういうものでできてる。やっぱりあの生物も。いやほらテレビなんかで鉱物も植物も動物と欲望のね石ころも全部同じ元素で原子でできてっていう、なんかそういうところにこう全てが見ていて楽しいし面白いし、ああ本当はもう今横になってるんで大丈夫、自分もこういう世界に入っていくんだなっていうような感覚だね。